今日からはやっと2級で移っていきたいと思います。ちょっと時間前に使って、いろいろあったのとさっきみたいなアホなことをやってたんで、すいません、ちょっと時間かかってしまって、皆さんこんな試験受けたことも忘れたかもしれないけど、ちょっと解説していきたいと思います。音声は右と左に振ってるんで、どっちか聞きやすい方でやってもらったらいいし、聞くのも解いて、解いただけにノートだけ見てもらっていいと思うんですけど、いいでしょうか。まあ声も良くない、字も悪いので、どうすればいいかなと思いますけどね。1問目は、推定じゃない、検定の問題で、まあ一つの部分さんで、それが小さくなったかどうかって検定しようぜ。ルームさんが小さくなったどうかを検討、あんまり計算の線でいいし、基本的なこと聞けてるし、まあ難しくないっていうか、まあここはちょうど2級の直球みたいな問題なので、まあ公式忘れてなかったらまあ大丈夫、公式忘れとっても大丈夫みたいな、なんとかなるよ。でちょっと新しいコレクションペンを手に入れたんで、なんか張り切って書いてますけど、ね、バイクとか気の軸です。ちょっと大昔から使ってて、なんか好きなんですよ。やっとコレクションできたら、はい、ドイツやってみましょう。ドイツと。まあ、この問題はね、持って帰ってきたやつやるとか、まあ問題受けてない人は過去問題集とかとかあれが出るのちょっと一緒なんで、もうそろそろ企画協会のホームページで売ってるんじゃないかな、1つ1000円ぐらいだっけ、ね、ちょっと問題1000円高いな気もするけど、まあ、結構いい問題なんで、まあ、買ってみてください。小さくなったかどうかを検討すると、でデータの実行で、実際の試験は、まあ、余白にギュッと読む程度に計算を書いてあるんですけど、まあ、今回は、解説帳のちゃんとノートに書いてみたいな感じで、まずデータの数だとか、相場だとか、書き出して、事情の相場を書き出してみたいな感じで。実際の試験はこのブツブツ言ってたのがちょっと体調悪くなっちゃうと、頭の中でブツブツ言うと、若いとあれなんですけど、僕の年だとね、頭の中で考えてもそれが口出ちゃうから、ナスとしてエクスパーシオン引く、まず平方を出してと、もう出す量を統計量を出して考えてみましょうと、検定の手順を書いてあるんで、仮説を立てる、基準仮説と対立仮説を考えて、基準仮説は部分散は部分散は同じだと変わらない、同じだよ、でこれが0.3と、対立仮説が基準仮説が新しい小さくなった、小さくなった、お分さんは前より小さくなりましたと、で、有意数字の危険率を 5% としますよ、アルファ 0.3
で仮設を置とすればこれここね、ここここ仮設の金仮設がこれでドラムにしてやるか、あ、こちらこれだこれだ、うわ、すごい、これもになります。仮設の仕事はいいだろうか、うん、1は1はいいといいですね、1はいい、店でそこに書いちゃったけど、手順が書いてあるんで、書き直そうぜみたいな感じで、あ、書いておこうか、あ、あ、こういうのが手順1、手順1書いてたわよ、手順1、手順2、限定の手順、手順1、危険につながる0.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 
23で、客業界を求めると価値あるというと客分解は今そこでデータのが10-1 9-5なので、で解の事情の、数値表からでこう解の事情の意味が9で 0.95 これね 3.33 今ここまでできたと。で統計定量手順5手順4か手順4手順4手順4定量は統計量を決める統計量
点出るのが小さいんで、まあ企画されちょうどで4って0は H0 は危険無理水準 5% で企画される 5% で企画されると企画企画されされ企画企画企画あれね、この箱やったら棄却しか入らへんから、棄却されへんかった時のあれが入らへんから、まあ計算できなくても分散は棄却限界が分からんと正解は求められるじゃないかな。採択されたら採択されまで言えると思うと様でした。